上佐牛久駅は、千葉県市原市牛久にある、小港鉄道線の駅である。駅本屋は、国の登録有形文化財に登録されている。二面三線のホームを有する地上駅。水薦式の公衆トイレが設置されている。当駅を境に輸送量に、大きな段差が生じることから、当駅で折り返す列車が多く、当駅以南の本数は激減する。また、 五位駅以外で夜間大白があり、一番線に一本、二番線、三番線に、それぞれ二本の、警護法が留置される。2019年度の乗車人員は1日平均515人。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。千葉県立市原高等学校千葉県循環器病、センター級南総町地区の中心部であり、 古くからの商店街が立ち並ぶ。毎月3と8のつく日の8時から12時には朝市が開催される。駅前の牛久駅停留所より小港鉄道バスの路線が発着する。このほか、駅北東の国道297号沿いに市原市コミュニティバスコスモス南総の T マート前停留所が設置されており、牛久駅乗り換え口とされている。かつては、 東京湾アクアライン経由の高速バスもばら羽田空港横浜線が牛久駅を経由していたが2013年4月28日の県王道開通に伴う経路変更で東底流場は経由しなくなった。ありがとうございます。